俺も一緒に行きます。あ、僕も。おい乙女、ついてくるなら懐中電灯。あ、そうだ。乙部、そいつはもうちょっと下に向けといで。あ、注意するんだね。そういう迂闊があんたたちの命を縮めるよ。あの、どっちですか？ずいぶん遠くへ止めたんだな。おかしいね。こんなに遠くのはずないんだけどね。本当に見当たらないね。こりゃひょっとすると私の車も鬼隠しにあっちまったのかね。あのな、こういう時に変な冗談はよしてくれよ。あの、園崎さん、本当に車で来たんですよね。当たり前だろ。乙部までそんなことを言い出すのかい？だって、いえ、すみません。大体あんた、あの神社に何の用で来たんだよ。言わなかったかい？西宮殿に用があったのさ。だから西宮殿なんかに、何の用があったんだって聞いてんだよ。根掘り葉掘り聞くのが好きなのはあんたの性分かい？
悪いが、おかしいと思ったらとことん聞くのは俺の性分なんでね。実際に俺たちは事件に巻き込まれてる。だから今はとにかく不安要素を取り除いておきたいんだ。ちょっとくらい教えてくれてもいいだろう。あんたは知らない方がいいよ。どういうことだよ。言葉通りの意味さ。どうした乙女。今何か、確かに何かって何を見たんだ。今何か音がしましたよね。音？誰かいますよ。気のせいだろ。行くよ。おい。荒川さん。とにかく行こうぜ。いくら探してもこんなチャチな懐中電灯じゃわかんねえだろうし。でも。いいから行くぞ。変だね。こんなに遠くに止めたはずはないのに。本当に？本当さ。やっぱり引き返しましょうよ。車なくなってるんですよ。そりゃそうだけど、もうちょっと探してみようじゃないか。戻りましょうよ。集会所でまたみんなで相談すればいいじゃないですか。相談？なんだよ相談って。車がなきゃ俺たちはこの村から出られねえんだぞ。それはそうですけど、だってこの辺りってなんか嫌な感じがしますよ。誰も住んでねえからそう感じるだけだってば。考えすぎるんだよ。情報がなさすぎるとさ、何もないものをあると錯覚したり。そうじゃないんですよ。だから。おい、大きい声を出すんじゃないよ。はい。おい、園崎さんよ。一体どこまで行くんだよ。おかしいね。車がないんだよ。
だからこんな遠くには止めてないんだろ。そうなんだけどね。もう一回聞くけど、あんた本当に車に乗ってきたんだろうな。当たり前だろ。ほれ、これが私の車だよ。止めたのはどのあたり？神社から一番近い民家の脇の草むらん中さ。は？それってもうとっくに通り過ぎてるじゃねえかよ。だからおかしいって言ってんだよ。すみません。どうした？すみません。これ、壊れちゃったみたいです。何やってんだよ！すみません。あ、いや。悪かったな、声を荒げたりして。いえ、僕が悪いんです。すみません。でもやっぱり聞こえますよね、時々人が走ってるような足音が。足音？大方キツネかタヌキだろ。確かめに行ってみようじゃないか。乙部の言う通り、確かにいるね。何が？ネズミかもね。なんでだよ、なんなんだよ、ありゃ。荒川も騒ぐんじゃないよ。園崎さん。荒川さん、僕たちどうしたら。死ぬかよ。
誰も言いやしないよ。嘘でしょ？だって僕、確かに見たんですよ。私だって見たよ。誰かが確かにこの家に入っていくのをね。でも、いないんだよ。一体、何が、どうなってるんだ？敵が動き出していることは間違いないようだね。敵って？それ以上は言えないよ。ちょっとあんた！なんで言えないんだよ！大事なことだろうが！大きな声を出すんじゃないよ。鬼に取り殺されても知らないよ。鬼？どうしようかね。どうするって、何をどうするんだよ。あんたたち本当に死んじゃうかもしれないね。私はここでネズミを片付けていくけど、あんたたちはどうする？そりゃ俺たちは戻らせてもらうよ。集会所でも何でも。でも荒川さん、車はやっぱりないんですよね。そうだね。悪いけど歩いて帰るしかなさそうだ。十和田さんたちは大丈夫なんでしょうか？俺、集会所に戻ります。二人が心配だ。ああ、それがいいよ。乙部はどうする？僕も、荒川さんと一緒に行きます。わかった。私も後から行くよ。それじゃあ、ミオさん。また。ああ、よく気をつけてな。荒川さん。バカ！手なんか握ろうとすんなよ。でも暗くてよくわかんないじゃないですか。だからって手つないで歩くことねえだろ。あ、ここですよ、荒川さん。ああ、うん、っ、荒川さん、気をつけてくださいよ。大丈夫ですか？あれあれ、
行こうぜ。どうした？荒川さん、ズボンについてるのって。それって血じゃないですか？いつの間に。おい、違うって。俺は何も。いやだ、僕死にたくない。おい乙女、待てってば。おい、みゆきちゃん。みゆきちゃん、戸和田さん。みゆきさん、みゆきちゃん。戸和田さん、
誰だ！